小西隆弘は日本の革命家、元赤軍派幹部、淀ド号グループのメンバー、東京都立小石川高等学校から東京大学理科三類に進学。一時野球部に在籍し保守としてプレーしていたが、後に退部して東大全教頭、医学部教頭会議議長となる。1969年に赤軍派が起こした東京戦争で、 警視庁本富寺警察署火炎民党的事件に関与。1970年にヨドゴーハイジャック事件を起こし、北朝鮮に亡命。ヨドゴーグループではリーダータミヤ・タカマロに次ぐサブリーダー格であった。1976年にヨドゴー事件の前から恋人だった女性と結婚。1995年にタミヤが死亡した後はリーダー格となる。 現在も平壌に在住しているが、警察庁により指名手配されていると同時に、国際刑事警察機構より国際手配されている。北朝鮮による日本人拉致に関与した疑いがある。小西は日本人の拉致は一切行っていないと主張している。2014年5月に日朝間で決まった日本人拉致の再調査については、北朝鮮か。 あるいは、第三国なら、聴取に応じても良いとしている。さらにその後、日本の警察を含む、調査団からの面会についても、ぜひ受けて言えることを言いたいと述べている。ありがとうございます。